どうも、じゅんです。今日はですね、またアウトランド PHEV のこうした方がいいんじゃないか、今後こうなってくれたら嬉しいなっていうようなお話をしたいなと思います。まず前回は2つお話しました。1つ目は EV モード、要は EV 専用で走るモードが欲しいというのと、2番目、まあ EV モードにつながってるのかもしれませんが、70キロ以上でチャージモードとかの場合にエンジンがクラッチ入ってしまう状態で、クラッチ入ったり入んなかったりすると挙動が乱れるということで、それがちょっとどうにかしてほしいっていうお話をさせてもらいました。今日はですね、またもう一つちょっとあるんでお話ししたいなと思います。自分もともとやっぱランサーエボリューションシリーズ、6、9、9.5、10と取り継いで、一番最初はあのレヴィンの AQ に乗ってたりとか、どっちかっていうとそのちょっと走り系の車が好きで今まで乗ってきたんですけど、やっぱランサーエボリューションといえばってわけじゃないですけど、非常によく曲がる 4WD の車ですね。電子制御で、リアデフだったりセンターデフだったりを制御して、よりよくこう曲がってくれるみたいな、最近のどの車もね、オールホイールコントロールとかってなってますけど、このアウトランダー PHEV も、オールホイールコントロール、4つのタイヤを独立してコントロール、まあ、してる、まあ、一応してるのかな、まあ、ブレーキ制御だと思うんですけどね。その中でも前ちょっと話したかもしれないですけど、 AYC アクティブ用コントロールっていうのがあります。左右のタイヤの用をコントロールするわけですね。右と左のタイヤの、回転差を生むわけです。用をね、生むわけです。そうすることによって、例えば右に曲がるときは、右の方のタイヤをブレーキかけることによって回転数を少なくすることによってより多くこう曲がると、右側を軸にして曲がっていくみたいな、そういうイメージです。それがね、 AYC っていうのがあって、エボとかあとはギャランフォルティスラリアートとかも確か AYC ついてたかな、ついてなかったかな。アウトランダー PHEV の場合は4つのタイヤについているブレーキを制御して、無理やり用を発生させてます。用をコントロールしてるっていう感じですね。で、やっぱりブレーキを使ってるだけあって、エポとなんかに比べたら全然効きは甘いかなっていう気はしますよね。当たり前ですけどね、比べちゃいけないんですよ。エポと比べちゃいけないんですよ。比べちゃいけないんだけど、やっぱりよりもうちょっと楽しめるようになるためには、エボがね、普通の AYC から一時期スーパー AYC っていう名前になって、よりよく曲がるようになったっていうことがあったんですよ。まあ、同じような感じで、次期アウトランダーにはぜひその AYC の作動範囲とかよりよく効くようにですね、設定していただきたいなと。だブレーキ制御だとちょっと難しいのかなって気がするんですけどね。あまりそうやって負荷かけて走ってると、結局ブレーキ使ってやってるとどんどん熱持っちゃいますからね。熱だれ起こしちゃったりしたりとか、そんな激しい走りはしないか。あ、でもそう、もうちょっとね、車重が重い分ちょっと曲がりづらいなっていう部分が多かったりもするんで、重心は低いんですけどね。やっぱり SUV 独特の車高の高さと、やっぱ車体が重いんで、もうちょっとなんかよく曲げたいなって、足をいじらずね、純正のまんまでもうちょっと曲がってくれればいいかなって思ったりもします。まあ、足いじったりとかね、いろいろやればいいんだろうけど、ちょっと今もそこまでやる元気もないんで、面倒くさいし、純正で、あくまで純正でそれを望みます。三菱はね、そういうエボなんかでやってきてるんだから得意ですかね、そういう車を作るのは。今いろいろと問題になってますけど、三菱だからしかできないこのね、技術っていうのもあるでしょうから、ぜひぜひ次期アウトランダー PHEV には、まあ、AYC に関してはもうちょっとより精度を上げて積んできてほしいなって思いますね。あともう一点、これはですね、まあ、三菱に限らずですけど、まあ、やっぱりスバルのアイサイトってあるじゃないですか、衝突安全装置みたいなやつ。スバルのアイサイトは人にも判断するし、子供もね、いたら反応してくれるとかっていうのはあるんですけど、三菱車ってどうしてもやっぱ開発が遅れてるせいか分かんないですけど、そこら辺の安全装置がちょっとね、いまいちっていうのはあります。過信しちゃもちろんいけないんですけど、たまにね、なんか分かってんのにピー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 ブレーキとか出てきたりもするんで、ちょっとうざかったりするんですけど、でもあればいいと思うんですよね。自動ブレーキだったり、まあ、レーダークルーズコントロールなんかももう少し精度を上げてもらったりとか、あとはスバルのアイサイトみたいに、人、あと動くものにも、反応してくれたりとか、もっとね、この衝突安全とか、そういう安全装置に関して、もっともっと、他の他社にね、負けないような装備を積んできてほしいなって思います。どうしても三菱だと、アウトランダー PHEV なんか非常にいい車なのに、内装は今回良くはなりましたけど、やっぱまあ、トヨタ車とか日産車に比べちゃうとちょっとね、劣る部分も多いですし、中身はいいんだけど見た目はダメとか、なんかイメージはそんなイメージだと思うんですよ。皆さん、いいシステムがあるのにもったいないみたいな。このシステムはね、よりもうちょっと成熟させてもらって、さらに安全装置っていうのも他のねメーカーに負けないように積んでもらって、さらに
高い車ですから、それだけ高い車に乗ってるような、もうちょっとね高級感あふれる作りにするとか、もうちょっとスポーティーさにあふれるようなデザインにするとか、もっとね手加えるとこたくさんあると思うんですよ。お金かかっちゃうからね、どこってのあるんでしょうけど、まあ、長く三菱乗ってるだけあって、ちょっとそういうところも気になるなとは思いますね。エボなんかすごいシンプルですよね。エボ10なんか久々に乗ると、確かにバケットシートだから座った時の感じはすごいいいんだけど、なんつうんだろう、すっげえシンプルなんですよ。ナビつけただけだとなんかね今風っぽくないし、なんかマルチインフォメーションディスプレイもちっちゃいし、なんかそういうとこっすよね。もうちょっとかっこよく、なんか乗ってて楽しい、見て楽しいみたいな、乗ってる人が見て楽しい、そういう車、そういうデザインにしてくれたら嬉しいかなって思います。ということで今日はですね、まあ、AYC アクティブヨーコントロールの話と、ちょっと見た目とか安全性能の話をさせてもらいました。またまた長くなっちゃってすいません。どんどん飛ばしてね見てください、興味ない方はね。ということで、また別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。最近ですね、Twitter で、YouTube 用のアカウントを開設しましたので、よろしければフォローしていただければ、動画アップされた際にも通知が来ますし、何かね、ちょいちょい、例えば撮影中の風景だったりとか、ちょいちょいツイートしてますので、フォローしていただければありがたく思います。また、チャンネル登録と、あと、高評価とコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。アウトランダーシリーズ、なんすかね、なんかリクエストがあれば、他にも、お話できることはいろいろあると思うんですが、あ、車紹介そういえばやってないですね。興味ねえかな。興味あればやりますけど、興味ないっすよねきっとね。まあそのうちやります。